地では妖精対姫が実現。公式戦ではまだ対戦のない浅尾美和選手と菅山香織選手がエキシビションマッチで対戦したんです。注目の対決におよそ7000人が会場に詰めかけ、西堀浅尾ペアが練習を始めるとこの人だかり。移動するのも一苦労です。注目の試合はベテラン小泉選手と組んだ菅山選手が1日限定ペアとは思えないプレーを披露。ペア結成5年目の西堀浅尾ペアを圧倒し勝利。ビーチ転向後初の賞金をゲットしご機嫌です。初めてペアを組んでこういう大会に出場できて、しかもこうやって賞金を取ることができて本当に良かったです。